セミファイナル環太平洋ウェルター級チャンピオンシップ3回戦を行います。アウトはご北ジム所属173cm 70kg 超環太平洋ウェルター級1位遠藤祐介。赤コーナーシューティングジム大阪所属170cm 70kg 超第3代環太平洋ウェルター級チャンピオン投げ倉プロフェッショナルシュートバックトゥアワールーツ611.8 代々木第二体育館大会です。セミファイナルを迎えます環太平洋ウェルター級チャンピオンシップ5分3ラウンド制第3代王者、王者が中倉隆、画面がチャレンジャー遠藤祐介です。さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされました。まあ歴史的な環太平洋のベルト初防衛戦ということになります。黒いトランクスが第3代王者、現王者の中倉隆、チャレンジャーが白いトランクスです、遠藤祐介。さあ中井さん、はい、戦いのポイントを見どころ教えてください。やはり打撃両方者とも得意なんで、はい、そこでのもう隙を見せた方が負けるような展開になると思うので目離せないと思います。そうですね、はい。まあ、お互いにお互いの実力を評価しています。しかも似たタイプだ、そんなお互いの声が聞こえてきます。離れ際右、ああ左かぶせていくような独特な長谷川選手フックですね。そうですね、まあ、外から来るオーバーハンド、はい。まあ、今中村選手うまいことガードしましたけど、これ組んでいきます。そこでは組みに行くのかなと見せて打つことができるんで、ああなるほど、実際組むかもしれないですよね、うん、そうですね、ボクシングではもちろん組むことないですから。そうですね、タイトルマッチなんで後ろ君も緊張感があります。はい、今独特な右打ちながら左のロー、あ、右のローを出していきました。左、これカウンターですが完全に捉えました。いや長谷川選手、まあ、これタイミングは良かったですね。まあダメージはないと思うんですけど、タイミングはもう完璧だったんで、まあ、ダウンですね。そうですね、中井さん、この中倉選手今日はセコンドついてないですが、吉高博さんが指導当たってるんですよね。そうですね、やはり本当に素晴らしい先生だと思いますね。もうどんどん強くなってますし、技術がどんどん上がってるのが目に見えて分かりますからね。ああそうですか、流しておいて左追っていきます。シュートボクシングの初代エースカップ王者吉高博さんが、その黒いトランクスの王者中倉選手に、まあ、今日は残念ながら、セコンドにはつけないということなんですが、来るとき何か言ってたおっしゃったんですかと聞いたら、大丈夫いけると。平日ですから来れなかったんでしょうね、おそらく。お仕事ありますからね。右、その後だ、遠藤君。さっきから中倉選手のこのローキックにこう、はい、水野選手左ストレートをこう合わせるんですよ。まあ、追い込んでいくのが中倉。残り時間が2分30秒切りました。この戦いは5分3ラウンド制です。環太平洋ウェルター級のチャンピオンシップ、顎を上に引き上げるようにして、しかし両内側あえて引っ込んで、これは珍しい、入ってる、珍しいですね。今でも一応こう軽動脈をこう決めようとしながらですか。いや、何かそうですね、まあ、さまざまな練習もちろんしてますから、はい、下からも戦えるぞっていう一つのアピールかもしれないですね。まあ、三角で取ってる試合もあるんですよ。そうですね、はい、もちろんみんな寝技できますからね、みんな。そうなんですね、まあ、三角締めでの勝利は2003年6月の藤原戦。寝技では差がつきにくいと判断している選手がまあ多いということですね。まあ、特にここのところのシュートの戦いはこう倒れずに立ったまま戦うというシーンが多いですね。そうですね、一つの、まあ、大きな流れと言っていいと思いますね。はい、うん、肘
のあたりがちょっとこう嫌な形で曲がっていますけど、また戻していきました。遠藤、遠藤選手パウンド、つまり上からの打ち下ろし、エアゼロパンチが得意ですから、しかし勝った。うわ、膝ももに入れていきます。松川選手、いわゆるもも感ですよね。そうですね、はい、スタンド、中にガグ、中にガグリスト握っています。さあ、腕絡みに行くか、これ入ってないですか、中に30、中に30、どうでしょうか。もう少しですね、まあ、手は組んでないんですけども、内側に右肘を絞ってるんで、あ、左肘絞ってるんで受けましたね。中倉のセコンドには他園明俊選手、現在のフェザー級の王者がついています。あえて、まあ、なんていうんですかね、寝技でも戦えるんだぞというのを、はい、まあ、見せているように私には思います。はい、シュートは打撃だけじゃないっていう、まあ、使えてこと王者なんだという、そういった意思が見てるんですね。さあ、第1ラウンドが終了となりました。まあ、今王者っていう話がありましたけども。